はい。今日はね、ツムツムで今やってるキャンペーンの中に、新ツムの成長率2倍っていうものがあるので、それが本当に2倍になってるかっていうのを調べていきます。何言ってんだこいつはって話なんですけど <laughs>、このゲームの仕様上、このマイツムに設定したツムは、もともと成長率1.5倍っていう仕様があるので、そこと重複してるかどうかを確認。 していきますねでこの成長率2倍っていうのが今このイベントのところ、まあ、今ディズニー100周年ということであってこの成長率2倍ってやつですね今今月8月出ている新ムに関しては、まあ、成長率が2倍というところで、まあ、ここをしっかりと調べて いきます。2倍になっているツムは、まあレベルチケットも全部2倍になるので、まあレベルチケット1枚6000個分の経験値なんですけど、それもちゃんと2倍になります。で、なんで調べるかっていうと、まあやっぱり最近ちょっとやらかしてるというか、この間のセレクトボックスの先行情報も悪女ゴーテルと普通のゴーテルの画像間違えたりだとか、まあ下のラプンツェル・パスカルペアツム、 このツムとかラブリー・ティッチ、この2体に関しては、そのサブ側、ペア側の色判定が抜けている。ラプンツェル・パスカルだと、まあ、パスカルの緑色も含まれるので、まあ、サブに出てこなかったり、逆に緑のツム使うと、ラプンツェル・パスカルが本来振ってこないはずなんですけど、まあ、こちらの画像、パスカル、前ツムにした時にラプンツェル・パスカルが振ってきているので、 サブとして、緑判定が抜けちゃってるんですねで。ラブリースティッチも同様ですね。赤判定が抜けている。まあ、この2体だけ、その色判定が抜けていたので、まあ、今回の成長率2倍ももしかしたら、その、毎つ無1.5倍っていうのが書き換えられて、ただの2倍になっている可能性もあるんじゃないかなと思ったので、まあ、調べるきっかけになったんですけど、テキストでまとめるとこんな感じですね。経験値2倍。 にははなっているとと思いますとりあえずただ、まあ、このゲームの使用上、マイツムにしたツムは経験値1.5倍で入る仕様があるので、まあ、そこと重複しているかどうかの検証ですね。まあ、サブツム時は単純に消した数かける2倍。まあ、ここは間違いないと思います。で、マイツムにした時に、この1.5倍があって、さらにそこに今のキャンペーンの2倍。本来ならこの、 計算式のはずなんですけど、えっと、もしかすると、この1.5倍が書き換えられて、ただの2倍になってる、サブと同じ計算式になっちゃってるんじゃないかなと、ふと思ったので、まあ、調べていきます。で、調べ方としては単純で、毎粒にした時とサブで出た時の、えっと、同じ個数を消して、パーセントの上がり方見るだけです。で、今、録画をしたんですけど、これちょっと、最初の方、<laughs> 録画ミスって、 これ、今、レベル15、ウッディね。今回の100周年の新ツムウッディを、レベル15のアンロック外した状態。なんで、あの、経験値は1も入ってない。1個も消してない状態です。外してすぐなので。なんで、レベル15の0%から始まってます。ここで、えっ、ー、とー、マイ粒を50個。これやった後に、50かなはい。 50個消して2まあ今のキャンペーンの2倍が入っててこれでいった後、パーセントが3パー3パーセント上がりました計算式としてはこんな感じかな50個消して3パー上がったのでまあ本来であれば 50×1.5×2 の計算だと思うので150個 50個消して、まあ3、3%上がり。なので、ま、50個で1%上がりなのかなこのレベル帯だと。レベル15の、あの、必要経験値というか、必要個数でいくと、50個消せば1%上がる計算だと思います。これで、サブで出た時に50個消して、同じだと困るんだよね。本来だったら <laughs>、ま、この1.5倍があるので、サブで出た時だと、このより低くないと。 計算合わないのでまあどうなるかっていうところを見てもらいますはい3%からの続きの録画ですねでマイツムにしたのはコブラジャファーですねコブラがえっ、ー、と黒とえっ、ー、と黄色と茶色だったっけななのでサブとしてはめちゃくちゃ相性が良くて茶色の髪のツムと黒色の髪のツムが多かったのでそこを出さないっていうことでものすごく テンポよくいけましたね。数分で、ウッディが出てきてくれたので、こうやって。もうコブラだけだからね、この色判定持ってるのは、この3色。で、サブで出てきて、これで50個消しますと。えー、っと、ラストボーナス来なくてよかった。ここで、はい、50個ですね。50個消したとき、かける2って書いてあって、この時のパーセントを見ると、はい。 5%!2% しか上がってないので、これ計算合ってますね。はい、一番下です。50個消して2%上がったので、まあ、それの2倍の100で2%。さっきのでいくと50%じゃない、50個で1%増えるので、まあ100個消したことになると2%上がりということなので、はい、ここはちゃんと計算合いました。なので、こっちがちゃんと正解。 ま、この計算式でちゃんと今回されてるということになります。いやーよかった <laughs>。変なミスがなくてよかったと思います。いや、結構。 ミスありがちだと思ったので、ここら辺。まあさっき見せたこのラプンツェル・パスカルの話もそうなんですけど、だってもともとこのツム自体に緑判定を加えてれば、サブで出てくる時も、絶対その判定を変えなくていいはずなのに、多分プログラム的にね、わざわざ設定を見直すとかしなくてもいいと思うんだけど、まあこう出てしまうってことは、 一回一回なんか手を加えてるでそこでミスが起きてるとかだったと思ったので今回の2倍のやつも2倍にする時に計算式わざわざ変えてみたいなことがありそうだったのでちゃんといつもの仕様に。 単純に2倍になってるっていうことが分かったので良かったです、はい。ということで、まあみんなからしたらね、そんなことどうでもいいって感じるかもしれないんですけど、ちょっと気になっちゃったので調べてきました。また他にもなんか気になることあれば調べて動画でまとめたいと思います。ではありがとうございました。バイバイ。